こんにちは。 J リーグの各クラブのコンオフの補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手を考えていく企画の第23回となります。本日は2020年の12月5日です。 J2 は38節が終了して残りは4節になりました。 J2 のリーグ戦は終盤戦に突入して、いよいよ本格的にストーブリーグが開幕しましたが、今回取り上げるのは東京ヴェルディです。第23回となります。第16回が町田ゼルビア編、第17回が水戸ホーリーホック編、第18回が徳島ヴォルティス編、第19回がザスパ草津群馬編、第20回が栃木 SC 編、第21回がギラバンツ北九州編、第22回が大宮アルディージャ編、今回の第23回が東京ヴェルディ編となります。今シーズンを簡単に振り返った後、スタッツから考える強みと弱みを取り上げてみました。その後、コンオフに移籍や流出が考えられる選手、コンオフの補強ポイントを挙げた後、獲得できたら面白いと思う選手を20名だけピックアップしたいと思います。それではスタートです。まず最初に38節を得た時点での成績を書き出してみました。13勝11敗14分けで勝ち点は53です。10位となります。38試合で47得点43失点となります。6位の新潟との差は4なので、例年であればプレーオフ出場が十分に狙えます。オフに元日本代表の大久保を獲得しました。彼に大きな注目が集まりましたが、キャンプ期間中は大敗する試合が目立ちました。まずい状態で開幕戦を迎えましたが、新型コロナでの中断はヴェルディにとってはプラスでした。パスをつなぐサッカーで存在感を発揮しています。今シーズンを簡単に振り返ってみると、期待された大久保はなかなか活躍できませんでした。一方、18歳の藤田ジョエルチマがアンカーの位置で大きな存在感を発揮しました。佐藤雄平は38試合で7ゴール5アシストを記録しており、大卒ルーキーの山下も38試合で7ゴールと活躍しました。どちらかというとポジティブなニュースの多い1年になりました。各種のスタッツを見ていくと、シュート数は19位で、枠内シュート数が11位で、ドリブル数が19位で、クロス数は20位となります。一方、パス数は1位で、 30m ライン進入回数とペナルティエリア進入回数はいずれも4位となります。平均身長は 175.87cm で上から18番目となります。一方、平均年齢は 27.04 歳で下から7番目となります。過去5年間の平均年齢を書き出していますが、2015年は 24.93 歳でしたが、年々平均年齢が上がっています。ただ昨シーズンと比べると、今シーズンの平均年齢は 1.4 歳ほど低くなっています。今シーズンのヴェルディの問題点は以下の3つです。1つ目は得点源になれる選手がいなかった点です。2つ目はセットプレーが不得意だった点です。8得点13失点でした。3つ目はサイズのある選手があまり多くなかった点です。平均身長はさっきの通り J2 で18番目でした。今オフ、退団や流出の可能性がある選手を挙げていくと、まず最初は大久保嘉人です。大久保は契約満了の可能性が高まっており、レアンドロは今シーズン限りで現役を引退します。藤田と山下とマテウスには J1 のクラブに個人昇格する可能性があります。有望な若手はたくさんいます。できる限り流出は抑えたいところです。コンオフのヴェルディはどんなオフになるのでしょうか。
永井監督の続投はすでに発表済みです。基本的なやり方はほとんど変わらないと思われます。藤田は争奪戦に発展する可能性があります。スピードスターの山下も人気を集める可能性大です。今シーズンからコーチをしている吉武監督の人脈を生かした補強になる可能性もあります。コンオフの補強ポイントを挙げていくと、フリーマンと呼ばれる3トップの中央の選手、高さとフィード力を兼ね備えた大型センターバック、フロントボランチと呼ばれるインサイドハーフの選手の3つが挙げられます。ヘッドコーチを務めている吉武コーチは永井監督にとっては中学時代の恩師です。3トップの中央でプレーするフリーマンと呼ばれる選手がキーマンになります。このポジションをこなせるのは天才系の選手のみです。大久保がこの位置で起用されるケースも多かったです。ここからはコンオフ、ヴェルディが獲得できたら面白いと思う選手を挙げたいと思いますが、まず一人目は松本山雅の杉本太郎です。鹿島や徳島でもプレーした天才プレイヤーです。年代別の日本代表では中心として活躍しました。96ジャパンの時はフリーマンの役割をうまくこなして U16 アジア選手権で MVP に輝いています。2人目は徳島ヴォルティスの杉森です。同じく年代別代表で吉武コーチの指導を受けています。テクニックがあってアイデアも豊富です。杉本太郎と同様で96ジャパンの時にフリーマンとして活躍しました。3人目はベガルタ仙台の佐々木匠です。同じく年代別代表で活躍したテクニシャンです。98ジャパンの時に中心選手として活躍しました。当時は堂安や藤本寛也よりも高い評価を受けました。4人目はサンフレッチェ広島の井林です。2013年から2018年までヴェルディで活躍しました。若いチームの精神的な支柱として絶大な存在感を発揮しました。広島では出番に恵まれていませんが、空中戦にめっぽう強い選手です。5人目は清水エスパルスの金井です。基本はサイドバックですが、得点力の高さに定評があります。サイドバックの選手がチーム内得点王になるサッカーが理想と吉武コーチは常々語っていましたが、そのサッカーにうってつけの存在です。その他で獲得できたら面白いと思う選手を簡単に挙げたいと思いますが、まず最初の3人はセンターバックの選手です。栃木の田代、水戸の滝沢、松本山雅の森下はいずれも能力の高いセンターバックです。今度の3人はいずれも得点力の高い右サイドバックです。新潟の田上、 FC 琉球の田中、千葉の米倉はいずれも右サイドバックが本職ではありませんが、右サイドバックで新境地を開拓しました。今度の3人はいずれも96ジャパンで活躍した選手です。愛媛 FC の茂木はマルチプレイヤーです。山形の渡辺龍馬は前橋育英高校出身のアタッカーです。長野の水谷は左サイドバックでプレーする機会が多くなっています。今度の3人はいずれもヴェルディのトップチームで活躍した経験があります。山口の安西、ガンバの高木大輔、セレッソの高木俊幸などを獲得できると貴重な戦力になるでしょう。最後の3人はいずれも左利きのボランチです。フロントボランチの右で活躍することが期待できる選手です。大宮の小島正人、長崎の加藤勝、岡山の木山の3人はいずれも攻撃に特徴を持った選手です。負のスパイラルを断ち切るためには J1 昇格を果たすしかありません。フリーマンにハマる選手が出てきたら、来シーズンのヴェルディは面白いシーズンになるでしょう。効果的な補強を行って久々の J1 復帰を狙いたいところです。今回の動画は以上です。本動画では東京ヴェルディを取り上げましたが、その他の J2 のクラブの動画も随時アップする予定です。
最新の動画は毎日夕方の18時頃にアップしていますので、それ以降の時間帯にチェックしていただけると幸いです。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。